タダでプレゼントしてしまったりとか、本人から詰められはしなかったんですよね。人生変わっちゃったよね。あ、つくよねそれね。あ、面と向かって修羅場じゃん。さまざまな業種の方をお呼びし、エモなお話を伺うリブライフ、本日は前回に引き続き西東京市にある藤井薫歯科よりお送りしております。ということで、前々回に引き続きゲストは藤井薫歯科院長藤井薫さんをお呼びしてお話をお伺いしております。ということで本日は喜怒哀楽の愛悲しい話、藤井院長は藤井院長改め俺の姉貴改めてない、何も改めてないけど、うちの院長はどんな悲しみを背負って生きているのかっていう話を、病院に来てる人も同僚の人たちも、え、院長、院長そんなことやめて、ちょっていう話になるかもしれません。歯科医になって多分まだ1年目とかぐらいの時に、私そのかぶせ物とかを作る科にだったけど、その最初の頃ってその技工士さんがやるような仕事も少ししたりする、うん、その当時私は入れ歯を作って、でその時に患者さんに自信があまりない技師を作ったわけ。ほう、その入れ歯を自分の初めて作った入れ歯であんまりなんかそんなに綺麗じゃないし、ていうかまあその人に提供していいのかなっていう自分に自体が自信がなかった。今の藤井薫とは別人なわけね、まだね。まず、あ、ね、何かというとね、眠みなんかしてるわけねえだろバカ、ヤスリなんかしねえ、私の腕見てからいいこらって言ってる今の藤井薫とは違い、まだ私なんか全然できないし、薬師丸ひろ子ですみたいないう感じの藤井薫の頃ね、うん、はい、その時にその患者さんに出来上がった技師を正々堂々と対価をもらう自信がなかったっていう気持ちが正直あったんだけど、タダでプレゼントしてしまった。おお、虫歯じゃない、入れ歯を、もともとそんなに、まあ、裕福な方じゃなかったんだけど、でもそれが理由なんじゃなくて、単に自分があんまり自信がない技師だったから、まあ、これはちょっと使ってみてください。でも患者さんはそれを大喜びで使ってたんで、うん、で、まあ、半年くらいした時だったか、ちょっともう若い時すぎて覚えてないんだけど、20年以上前なんで、新しい別のところの下の入れ歯を作ったような気がするんだけど、上の入れ歯も作ってほしいみたいなことになって、上の入れ歯を作ることになって、もう半年だか1年ぐらい経ってて、自分もまあそれなりにそこそこで、もうその自分で作るっていうことはしてなくて、普通に型を取って普通に技工所に出して、で技工所からできてきた技師を入れたんで、普通に対価としてきちんと保険診療のお金をもらったわけ。そしたら病院にクレームが来て、前のっていうのは私の昔先生はすごく優しくって、こんな貧しい私にタダで入れ歯を入れてくれた。なのに先生は変わってしまって、今回はお金を取る。その気持ちはわかる。あの俺もね、昔あの悪さして家に入れてもらえなかった時に、あのもうあんたなんかご飯食べなくていいっつって家を追い出されたんですよ。で家を追い出された時で、外でこうブルブル震える時にドアがカチャッとか開いて、これくらいの隙間から、あのシュー、ほらご飯だよ、チョコレートを差し伸べてくれたのがうちの姉だったんです。そんなことあったっけ。でいつもその俺が家から追い出されて外でプルプル震えてる時に、姉がくれるチョコレートありがとうつってこうパクッと食べながら、うー寒いって言って、お腹すいたって言いながらチョコを食べてた。あの頃と比べると、もう姉はあの頃の姉じゃなくなってしまった。あの優しさはどこ行ったんだろうっていうのは俺も常日頃感じてる。だからその人の気持ちはすごくよくわかるかな。ちょっと違うと思うけど、でも変わってしまったってその人は思ったんだと思うんだよね。でもムカつくよねそれね。それの時は結構私は私でちょっと悲しかった。でも本人から詰められはしなかったの。
いや詰め最終的にはその事務の人と私とその患者さんと三者面談。おなったんだ。修羅場じゃん。でもね、なんかその悲しかった感情は覚えてるけど、その時にどうしたかとかまでも覚えてない。先生目見て、先生目見て、あ目変わった、目変わってる先生とか言われなかったあの頃の優しさどこ行ったのみたいな、あの頃外に追い出されてチョコレート渡してくれたあの時の優しさはどこ行ったのみたいなのがなかったのね。そう俺の話だ。でもそこまでないけど、なんかそういう類のことを言われた。面と向かって、あそれはきつい、先生変わっちゃったよねとかそういう感じで。あ悲しいね、そういう話だね。はい、というわけで、次回最終回、喜怒哀楽の楽な話を藤井薫先生からお伺いしたいと思います、興味ある方はぜひコメント欄、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あの楽しい話はいっぱいある。プライドの持てる仕事をリブライフ